どうも皆さん、こんにちは。イサフトです。いつもご視聴くださいまして本当にありがとうございます。私事ではございますが、先週ついにですね、チャンネル登録者様が100人を達成いたしました。ありがとうございます。うわーということで、まあ、今現在、115人の方々にですね、チャンネルの登録をしていただき、ご支援をいただいております。で、今日はね、ちょっとした雑談をしていこうかなと思ってます。で、まずですね、皆さんに、最初にお願いで申し訳ないのですが、ツイッターのフォローをですね、なんとかしていただけないかなというお願いになるんですけども、ちょっとね、僕気軽に絡める配信者を目指しておりまして、他のね、実況者とか配信者の方見てて、いいなーって思うんですけど、思って、ツイッターを始めたんですが、ほとんどね、フォロワーがいないと。かわいそうなね、この閑散とした僕のツイッターに、皆さんのお力でぜひね、花を添えていただければと思いますので、ぜひどうか、ご慈悲のフォローをよろしくお願いいたします。で、動画なんですけども、今ね、ほとんど、FF 関連の動画が多いんですけども、本当はちょっともっとモンハンの動画をね、出していきたいんですけど、ネタがありません、僕には。ネタがなくって、動画は出したいけど出せてないっていう状況なので、ぜひね、ちょっとネタの提供をいつでも、私お待ちしておりますので、よろしくお願いします。で、あとは、もっとね、玄人的な、攻略をしたい、でもできないなので、ミドルユーザーね、こんなもんですよっていう実況をこれからもちょっとやっていこうかなと思います。で、僕は、メインとしては、僕の動画を、ヒントにね、攻略できる方が増えていっていただければと、思っております。で、7月からは、今ね、FF7 リメイクがこの前、終わってしまいましたので、7月からは、FF15 の、実況をやっていくつもりなので、ちょっとぜひね、見ていただければと思います。学生の頃に、体験版をやって以来、製品版ってプレイしたことがなかったんですよね。なので、ちょうど7もクリアしたし、これを機にね、ちょっと FF15 の実況をやっていこうかなと思ってます。で、最後に改めてチャンネルをご登録していただき、本当にありがとうございます。そして、いつもご視聴くださいまして、本当にありがとうございます。これからも皆さんの役に立てるような、拙い動画にはなってしまいますが、頑張って、精一杯ですね、動画出していきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、さよなら。